今回の動画は一挙をかける動画です。肘を押して決まらない人のためにどこを意識して曲げると入るかを撮った動画になります。それではどうぞ。そういうイメージで今のだとこういうことや。ここだけねじられて、はい、このねじられた痛さで、うんって前に行く感じの嫌な感じでしょ、はい、じゃなくて、この面が一面板になってて、こっからポンって曲がってる感覚。それを意識して、さっきのはこの手をねじった、こっちの痛みで前に行くんだけど、じゃなくてこの面を倒す。おで、よくありがちなのはやっぱそれが意識できないと、肘をこうしないとっていうともうぶつかっちゃいますよね、はい、でここの面を倒そうと思うとこの肘が肩までつながってるんで、肩をそういう意識でやるんですけど、それを肩を押しちゃうとこうなんですよ。今もうぶつかってるから反応してますね、はい、イメージはこういうイメージ、こう肩をさすってるだけ。押しちゃうともう抵抗しちゃうんですよ、はい、さすってるだけなんですよ。さすってるだけでいくとこうなる笑っちゃう感じでしょ。抵抗がないからこんなんでいいですよ。こんな感じで、でその延長上に、例えば今ここでやったら、じゃあ今肩甲骨のとこ押したけど、肩だったらこういう感じ、肘の前も三頭筋あたりでもそういう感じ、肘でもこういう感じ、でもこういうとこでもここをうんってやるとなるけど、この順番に来たらここもこういう感じ、ずーっとつながってると、そういう意識をしてもらうと入ります、はい、まあ一回肩でやってもらうと、今押したでしょ、だから肩甲骨としてここと、それは押しが強い、いや、押して、ここに1枚の板があって、ただ立ってるから、パタンって倒してるだけ。そう。そういう立ち。あっち。パタンって倒してる。ああ、そう。で、ここの時に、この肘をねじんじゃなくて、ここ一面を、今ここでパタンってやった感じ。そう。ここでもやってみる。ほら、今押し付けが強いからこうなったら、さする。そう。が肘に来て、そう。ここじゃ。はい。いやだからここをねじるんじゃなくて、はい、ずっと降りてきたでしょ。はい。そういうイメージができてれば。それは手首でしょ。ここ一面こうなってると思って、はい、だからタッチも柔らかいわけ、はい、そうです。向かいですか。ここだけ見ててもダメよ、はい、ここ全体を見て、おお、そうもう一回ここだけでグッてやってみてね。もう、はい、ここ強いやつでくるから、はい、嫌なのよ体が。だって全体を見てるんですよ。
そうそうそう、そういうことこんな感じで柔らかいタッチでいいんですね。全身伝えるのはうんじゃなくて、全体を捉えててふわーっと、そんなのをちょっと意識してやるといいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ためになったな、よかったなと思う方はいいねボタンと登録ボタンの方をよろしくお願いします。あとうちの方で体験レッスンを行ってますので、ご興味のある方はホームページより、お問い合わせフォームで、連絡ください。折り返し連絡させていただきます。本日はご視聴ありがとうございました。